よし、7番ウッドで。7番ウッドじゃないんだけど。ナインの井森美幸は決定やな。ラインが読めたとき。プロもバーディーパット。きた。続いて7番パー3ですね、はいはい、ピンまでは146ということでございます、はいはい、あと2ホールで、5ポイント差ということでちょっと迫ってきましたんで、で僕140の感じで、はい、7番でちょっと軽く打ちます。はい、はい、分かりました。もうこれはあとはあのクラブを信じるだけですね。なるほど、はい、よいしょ。まずは先ほどナイスバーディーのマークさんから。あーちょっと引っ掛けた、うん、これちょっとやばい、大きいですわ。あ、大きいんすか。大きい、うん、まあ横ぐらい大丈夫です、まあでもまあ、横ぐらい、はい、横ぐらい大丈夫です、まあ、寄せてみたいなことですよね、まあまあまあ、はい、はい、なんとかグリーン乗せたいな。そうですね、はい、もう一つバーディーが来れば逆転も見えてくる真剣ゴルフ部。蛍原部長、意地を見せられるか。あ、やってた。これはちょっと、バンカーはやめて。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、遊ぶな。やっちゃったけど、バンカーじゃない方がいいです。あ、ちょっと軽く、ちょっとね、今もう緩んだって、緩んだってやってますね。前から転がして入れるイメージです。なるほど、コロコロコロっと。よし、7番ウッドで。はい、7番ウッドじゃないんだけど。アイアンですね。7番ウッドじゃないけど、それだ。ナインの井森美幸は決定やな。よし、ちょうどよく打てそうです。オッケー、いいよ、いいよ、ピンに行っとくぜ。入っちゃえ、マジ。オッケー、ナイスぞ。うわ、近い近い近い、良かったです。いや、アミちゃん、ほんまにバーディー取れるよ。マジで、バーディー取れるよ。マジで来ました。来た来た来た、はい、あんなボケした後にあんないいショット打てるんだっていうそれが井森美幸なんです、はい、本当に。なるほど、はい、理解を超えた最強メンタルを目の当たりにして、プロはどんなショットを見せるのか。抜けた、右に、うん、ちょっと浮かした、まあ、いや乗ると思いますけどね。いやいや、やっぱり流れがうちにありますよ。ちょっとやっぱプロとしてはちょっとイメージと違うのかな、はい、今の何点。今の2点っす。低い、低い、低い。俺あれでまあまあ50点やってんけどな。なんかプロならできて当たり前っていうオーラがやっぱあるんですよ。試合のことは、試合の時はそんなこと考えないですけど、いや、なんかその変なプレッシャーにやられてますね今。まずは蛍原部長のアプローチ。あ、あかん、シャンクや、シャンクや、あかん。どこ行った？あかん、流れがなくなる。やばいやばい。流れがなくなるよ。大丈夫？大丈夫です。大丈夫。今度はグリーン右奥から蛍原部長の第3打。打ちまーす。はい。はい。うん、ステイ。うわ、行くな。まあまあ下りやからしゃあないですね。オッケーです。ナイスオン。うわ、長いな。エッジから2ヤードぐらいのとこ乗ればラッキー。よいしょ、うまい。あ、やっぱり準備早いわ。うん、あ、でもこれ稲村選手のラインのいやでもラインが読めたとて、私がまっすぐ打てなきゃ。よし、プロもバーディーパット。うん、緊張すると言っていたプロですが、いざアドレスすると高まる集中力。距離はありますが、パットの名手、腕の見せ所。来た。うわ、ナイス。さすが、すごい、すげえ、入った、やったぜプロ、ナイスです。いや、すごい、ナイスパット、ナイスです。かっこいい、かっこいい、さっきの取り返しました、はい、これで今の入んだ、素晴らしい。
逆にプロのおかげで俺も入りそう。逆に本当にいいイメージになっちゃった。いいイメージになりました、はい、ありがとうございます。困る。いいですいいです、はい、これもうボギーパットです。はい。なんでボギーパットで笑うの。ええやん、これ入れたらボギーで済むんやから。なんかいい流れだよね。いいイメージを現実にできるか。え、惜しい。雰囲気ですぞ。はい、ピックアップします。はい、はい、失礼しました。入るように打つ。入れ、うん、はい、今ので分かったでしょ大体、はい、ここ打ってください。もうちょい外し、ボール1個右でいいですわ。はい、はい、ボギー、ボール1個右でいい。ナイスボギーですよ、はい、ナイスボギーです。マークさんは、はい、逆に見た方が難しいっていうパターンもありますからね。あ、じゃあもう絶対入るよ。はあ。これはねじ込みたい。アミちゃんのバーディーパット。ナイスパー。うん、いやー、もうこれはもう、これはしゃあない。しゃあない。よし、これでどうなった。まあ、そんなことよりプロがバーディーですよ。いや、すごい。あのロングパットで。はい。ナイスバーディー。ナイスバーディー。いやー、ここでやっぱり。